ノースウェールズコースト線はイギリスの鉄道路線である。イングランド北西部、チェシャーのクルートウェールズ北西部ワングルシー島のホーリーヘッドを結んでいる。2020年現在、列車はトランスポートフォーウェールズとアバンティウェストコーストによって運行されている。アバンティウェストコーストによってロンドンとの直通列車が運行されてもいるが、非電化路線であり、列車は 自動車を使用して運行される。乗客に旅行者が多いのが特徴である。また、チェスター駅とソルトニーフェリー駅の間で D 川を渡り、スランディードの駅とコンビ駅の間でコンビ川を渡り、バンガー駅とスランバイルプール駅の間で、メナイ海峡を渡り、アングルシー島に入り、ホーリーヘッド駅へと向かう。チェスタークルー鉄道によって、クルーからチェスターの間が建設され、 1840年にグランドジャイクション鉄道に吸収された。そして残りの区間は1844年から1850年にかけてチェスターホーリーヘッド鉄道によってダブリンへの郵便路線として建設された。そして後にロンドンノースウェスタン鉄道に編入された。チェスターとソルトニーの間はシュルーズベリーチェスター鉄道によって使用され始めたが、 この会社も後にロンドンノースウェスタン鉄道に編入され、全路線が一社に統合されて、今に至る。2006年、ネットワークレールは等路線を修理し、それ以来、第26路線として扱われている。ちなみに、クルーの周辺にある路線は、第18路線として扱われており、チェスター周辺の路線は、第22路線として扱われ、シュールズベリーよりチェスターに向かう。 途中のレクサム泊まりの列車は第14路線として扱われている。抹消線がある駅は廃駅、路線は廃線である。全区間がウェールズコンビニ所在する。ありがとうございます。